今日は香川県坂出市のさぬきうどん屋さんに向かってます。そのお店めちゃくちゃ営業時間早いです。最寄り駅が坂出駅でだいたい750メートル程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては橿原さんであったり、室町うどんさんがあるだいたいあの辺りです。食べログの点数が 3.28 点、 Google の点数が 3.5 点となっていました。定期日はなく元旦のみとなっていて、営業時間は早朝の5時から15時半までとなっています。どうも、ヤブタロンです。さあ今日もさぬきうどん屋さん向かってるんですけど、今日のお店ですね、早朝からやってる、駐車場も広いんで、こう団体客でも来れる、トラックの運転手さんとかでも気軽に寄りやすいような、はい、お店となっております。ということで到着しました。こちらですね、香川県坂出市にあるお店、いきいきうどん坂出店さんになります。はい、真心さんのね、系列店となりますね。ということで行っていきましょう。それでは入店していきましょう。こちら丸亀市にある宮武さぬき製麺所さんが FC 展開しているうどん屋さんの1店舗、いきいきうどんの坂出店となります。製麺所の直営として工場の真横にある、僕以前動画にさせていただきました真心さんがあって、フランチャイズ展開でいきいきうどんがあるんですけど、こちら坂出店、そして善通寺店、和歌山県の御坊駅前店と3店舗展開してます。ということでこちらセルフ形式のお店となっています。お冷やくんでお盆取ってメニュー見て注文していきましょう。厨房との間のビニールシートにマイクに向かってご注文お願いしますって表記があって、マイクもあるんですけど、これコロナ対策の名残で今結構声も聞こえやすくなってるんで、あんま気にしなくても大丈夫です。ただ大きい声出すのが苦手な方とかは使ってみてください。温玉肉ぶっかけのショーで、ショーであったかいのと冷たいのありますけど、どっちがおすすめでしょうか。そうですね、今やったらまだあったかい方が、あ、ほなあったかいんで、はい、はい、レジの方からお出しますのでね、はい、お願いします。うどんはレジで受け取りになるんで、レジまで進みつつサイドメニューも見ていきましょう。で、真心さんもそうだったんですけど、サイドメニューの種類で量も多いんが、この宮武さぬき製麺所さん系列店の特徴かなと思います。あ、揚げたてですか。セルフ店だけど揚げたてが食べれるのはもう完全にラッキーです。いや、せっかくなんで。ああ、じゃあありがとうございます、すいません。もうこういうのは縁ですよね。ということで揚げたての地下の天ぷらいただきました。あとはご飯物、サラダ、ビールとかも置いてあるんで、好きなの取ってお会計になります。今日食べに来ているお店はこちら、いきいきうどん坂出店さんになります。駐車場がもうほんとね、結構でかくて、まずお店の前、これ白線引かれているところ、もうこんだけでもかなりのスペースがあるんですけど、こんだけじゃないんですよね。このお店の横の部分ですね、ここもかなり道路広くて両サイドに白線引かれてるんで、いきいき坂出店さんの駐車場です。空いてるところ止めましょう。で、このお店の裏手側、こちらも駐車場あるんで、本当にね、どこでも空いてるところ、止めやすいところに止めてお店の方入っていってみてください。店内こんな感じになってます。入り口入ってすぐのところは小上がりになってる座敷席があります。ほんで、ついたてがあるカウンター席とか、まあ、テーブル席とか、結構こう縦に長いお店なんで、こう想像以上に入ったら、うわ広ってなると思います。メニュー表こんな感じになってて、今回頼んだのが右上、温玉肉ぶっかけ、もう一押しのメニューですね。これが小で590円となってました。かけうどんは300円で、まあ基本的には以前紹介した真心さんともう内容は一緒になります。だから真心さんで置いてあった、うわ変わってるって思ったこの冷玉うどんとかも、こちらいきいきうどんで注文することができます。で、僕以前この鍋焼きいただいたんですよ。これもめっちゃうまかったです。今もう年がら年中鍋焼き出してるっていうことなんで、ちょっと暑くなってきても注文することできます。そして天ぷら、本当にね、これがもう種類も量も多くて、今回取ったちくわ天、揚げたてでも元から置いてあるやつでも金額変わりません。130円となってます。他にもいろんな種類の天ぷら、揚げ物系置いてあるんで、好きなの取ってみてください。あとはちょっとしたトッピングとかおかずとかがあるのと、ご飯系、鶏丼であったり、あとおにぎりであったりがあります。ほんでレジの横のところに冷蔵庫あって、ここにはサラダと、あとビールとかも置いてあるんで、お酒行きたい人も OK です。宮武さぬき製麺所さんが出しているこのお土産うどんですね、これも購入することができます。
待たせしました。はい。ありがとうございます。これちょっとおすすめなんで、アスパラ。本当ですか？うわすげえ、めっちゃでかい。ありがとうございます。やっと。アスパラいただきました。やっと。いただきます。ありがとうございます。薬味はレジの後ろの机に置いてありました。でもこれ見てみたら、うどんにはもうネギも乗せてくれてるんで、このままスルーして空いてる席で食べていこうと思います。それではいただきます。今回頼んだのは温玉肉ぶっかけ。メニュー表にも厳選おすすめって書いてたお店一押しのうどんです。で、天ぷらで揚げたてのちくわ天とサービスしていただいたさぬきの目玉いただきます。麺はソフトめなコシで優しく食べれるうどんだなって思います。で、麺肌にはこう少し凹凸みたいなのがあって、それがあるからこそそのくぼみにこのぶっかけだしが染みて、もう麺全体にこう色がついてるんだろうなと思います。宮武さぬき製麺所さんの直営店真心さんとちょっとですね、麺に違いがあるんですよね。っていうのが、真心さんの方は加水率がこのちょっと高めでしなやかな感じがあるんですよ。で、こっちはどっちかといったらその加水率低めでコシがしっかりしてる風に近いと思います。どっちも良さがあるんで、もうどっちがいいかっていうのは本当好みによるかもしれません。ただ加水率が高いと扱いがちょっと難しいらしいんですよね。まだどうなるか分かんないんですけど、いきいきうどんさんもちょっと加水率とかを真心さんに合わせよっかみたいな話も出てるとか出てないとかがあるみたいです。で、ぶっかけだしはですね、濃いんですけどこうさっぱりといただけるようなだしでした。この温玉と合わせてこう一緒に食べてちょうどいいまろやかさで、より食べやすくなってるなと思います。それではお肉もいただきます。お肉は赤身に脂身のバランスがいい、こう柔らかくて美味しいお肉でした。甘辛い味付けで、こう甘辛いからこそ途中で塩味の効いただしと交互に食べたくなるようなお肉です。それではちくわ天もいただきます。ほんとタイミングよく揚げたて取れたんで、めっちゃサクサクでした。音でも分かりますよね。セルフ店なんですけど、揚げたて食べれるっていうのはほんとラッキーだと思います。もう断然、もう個人的にはもう断然ちょっとしなってなってるより揚げたての方が断然美味しくて好きです。それではさぬきの目玉もいただきます。さぬきの目玉って言ったら、まあ、香川県産オリジナルのアスパラガスとなります。中がみずみずしすぎて、もうなんか食感聞こえましたか、シャキシャキっていうようなもう噛み応えなんですよね。で、噛んでみたら甘みが強くて、で太くて長いのに食感もすごい柔らかく噛めるんですよね。普通アスパラガスって言ったらこうでかかったらなんか筋みたいなのが残ってたりしませんかね、残ることもあるんですけど、さぬきの目玉ね、あんまそんなことないんですよね。もう全然なんか根元の方でもこうサクッと食べることができます。ただ時期があって3月から6月頃までの季節ものになるんで、気になるよっていう方、なくなっちゃう前にぜひぜひ食べに行ってみてください。それでは最後の一口いただきます。早朝の5時から営業してるっていうのがもう本当ね、何よりすごいと思います。で、それに加えてちょっと前までなんとですね、夜も20時までやられててっていう、もう朝早くて夜遅いっていうお店だったんですけど、今はですね15時半までの営業時間となってるんで、そこ前から慣れてる方は注意して行ってみてください。とはいえ定休日もないんで、フラッといつでも寄りやすいようなお店です。香川に入ってすぐの高速の坂出インターからも近いんで、旅行の前後とかによるのも全然ありだと思います。はい、ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで、いきいきうどんの坂出店さんいただいてきました。途中でサービスしていただけたさぬきの目玉、やっぱうまいですね。
アスパラ、あのサヌキの村上本当にね、僕あの天ぷらの野菜の天ぷらなんだけど相当好きな部類なんで、ぜひあるうちにうどんと合わせて食べてみてください。はい、ということで、明日も動画アップロードします。ぜひ見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴どうもありがとうございました。1、2、3、4